こんにちは。TSFCM Tech School for Change Makers を運営しております。中条隆之と申します。自己紹介はこんな感じです。今日はですね、コーディというのをですね、使って AI にプログラムを書いてもらうというか手助けをしてもらおうと思います。結構あの便利でネバール人が教えてくれるんですけど、そのちょっと書くと、その予測でこういうふうに書けばいいんじゃないですかみたいな感じで、プログラムをですね、まあ、2、3行書くと、そのまあ、ちょっと予測でこうやったらいいですよねみたいな感じで書いてくれるのですごく プログラムを書くのがはかどると思いますので、そちらご紹介していこうと思います。左側のですね、拡張機能というこの4つの四角いマークですね、押していただいて、Cody と検索していただくと、多分出てきますね。3つ目ですね、コーディー AI。Cody AI と検索するとですね、コーディー AI というのが一番上に出てくると思います。こちらですね、インストールを ククリックしてくださいインストールが完了しますと、ですね左側にこのニコちゃんマークが出てくるかなと思います。はい、こちらですね。こちらのコーディのボタンを押すと、まずコーディフリー or コーディプロと書かれていて、GitHub、GitLab、もしくは Google でサインインしてくださいと聞かれてますので、一旦こちら、サインインしましょう。私は Google でサインインしようと思います。 そうしますと、このように、はいと来てますので、シュア、sure,、Let's Dive In を押します。私は、パーソナルプロジェクトとして使いたいので、下の方にクリックをして、Get Started を押してみます。で、許可。オーソライズをして、Visual Studio Code を開くと。これで、コーディが使えるようになったと思います。 では何かファイル作ってみましょうかね。試しにテスト .js というのを作ってみました。で、ここにですね、例えば、コンストアップルイコール、もう予測で出ていますね。これタブを押すとイコール3と。一旦こちらはしまって。で、コンストアップルイコール3、例えば、バナナイコール4。 とかにしてで、サムでアップル足すバナナ。こんな感じでですね、もう予測変換で出てきますね。で、コンソールって言っても、もうコンソールドットログでサムって出てますね。で、これもタブを押せば出てます。このように予測で出してくれるのがすごくコーディのいいところですね。いかがでしたでしょうかぜひですね、コーディ使ってみてください。このチャンネルではですね、毎週金曜日18時からですね、 このようなプログラムだったりテクノロジーに関する動画をですね配信しておりますのでぜひチャンネル登録やコメントいいねしていただけると幸いです以上今回は 4D の解説でした是非皆さん使ってみてください TSFCM の中条隆之でしたチュースまずはですね HTML ハイパーテキストマークアップラングエージの略ですね index.css を今回開きたいので、index.css と書きます。このウェブサイトをですね、公開したいと思います。tailwind.css.netflix とか、ちょっと古いですけど、クラブハウスとか、イベントを開催するときに使われている meetup っていうサービスにも tailwind.css 使われてますし、これからこういうのを学ぶと、転職とか、あと自分でサービスするときに、 いいサービスがすぐ作れるのかなと思いながら聞いていただけると嬉しいです。